にしたら一人で先ほどお願いしたように一人でお願いしますということらしいみたいな。ええよそれ。やば僕にそういう話なんで。私一人で。すいません。入られた右手のところ。今からいっぱいしてます。ちょっと交渉してください。上司に目が向いてるでしょ。そうじゃないの。目を向くべきは国民へ目を向けなきゃいけないの。じゃあ行ってきます。頑張って。行ってきます。このテント広場に対する攻撃は日本中の反原発、脱原発を目指している全ての私たちへの攻撃であると位置づけましょう。ここだけで行われているものではないということです。そしてこのテント広場というのは私たちの憤りと喪失と悲しみと、でもその中で見つけ出した明日への希望がベースとしてあるところです。ここを廃止しろなどと決して私たちは言わせてはならないと思います。毛利大臣、耳の穴をちぐってよく聞いてくれ。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月泣いて暮らしました。なぜかというと、ふるさと双葉町に帰りたかったんです。誰も知ってる人もいないんです。双葉町の友達に会いたい、親戚に会いたい、毎日泣いて暮らしました。精神状態もおかしくなりました。こんなつながったんです。その時たまたまテント広場の人に会うことができて、テント広場の人にいろいろなことを教えられ、励まされ、被災者の人たちには会うことができたんです。それで私は自分はテント広場がなかったら立ち直ることはできませんでした。本当に感謝しています。私たちみたいな苦しみを茂木大臣は分かるでしょうか。私たちは家も土地も全部を奪われたんです。双葉町は二度と帰れません。それでお願いです。私はテント広場がなかったら何の情報も入んないし、みんなと会うこともできないんです。だからお願いだから、テント広場だけは撤去しないように皆さん一緒に頑張ってください。よろしくお願いします。でこの23日の口頭弁論については我々はアニメじゃ受けて立つというふうに堂々とですねいうつもりですから、それはそれできちんと受けて立ちます。いろんなことを駆使してですねやっていかなきゃいけないわけだけれども、なんせこういうのは我々やったことないわけだってね、もともとね。だからどうやって戦うのっていうのは当然あるけども、まあいずれにしても結論から言うと、こんな言われたからといってバタバタ、あ、さようでございますかっていうわけにはいかないと。で1100万とかっていうね損害賠償みたいなのが来てるけども、そんなことはもともとその論外だという立場で頑張りたいなというふうに思ってます。しません。これはもう断言したいと。